日本は核保有するべきですか、どう思いますか。なんか軍事戦争みたいなのってもう IT の例えばハッキングとかになると思うんですよね、うん、もうすぐそっちの方が経済効果的にもでかいし、うん、今ウクライナとロシアやってますけど、うん、本当はあんなことやるよりもオンラインでやっちゃった方が全然ありですよね、うん、オンラインでやる、うん、オンラインだって例えば国防省ハッキングしてとか、うん、例えばあの道路交通省ハッキングして、オンラインっていうかそっちのサイバー攻撃、サイバー攻撃ですね。核は怖いよね、あれだけめちゃくちゃ高いお金かけて開発するわけでしょ、うん、あれなかったら自分たちはもうやっていけないと思ってるわけですもんね、うん、僕たちやっぱりほんまに核持つのやめます、うん、言ったやつが一番かっこいいよね、もし言ったらちゃんと言えたら、うん、その人はすごい崇められるんだろうけども、うん、どうなんですかね。まあどこの国とは言えないですけど、うん、例えば僕もミーティングしててで、いや何々の国王ってこうだよねってその国で言うとマジで怒られたり静かな声でこれ絶対に言うなみたいなこと言われることあるんですよ。なんで結構国によっては発言まで罪になったりとかしますんで、うん、怖いですよ、怖、うん、